まずはホームの岡山です。システムは 3-5-2 と予想しています。ゴールキーパーは堀田、最終ラインは柳、ヨルディバイス、徳本、右のウィングバックに川野、左に佐野、中盤アンカーに若狭、シャドウに田中と河合、フォワード2トップにはエースのミッチェル・デュークとチアゴ・アウエスが入ると予想しています。一方、ブラウブリッツ秋田のスタートと予想フォーメーションです。システムは 4-4-2 と予想しています。ゴールキーパーは田中、最終ラインは加賀、千田、池田、斉藤隆二、中盤ボランチの位置に江口と井上、右に中村、左に茂が入ります。フォワード2トップには斉藤と青木が入ると予想しています。バイスが競る。さあ、これ競り勝ったのは中村、入っている斉藤、振り向いてシュートだ、うん、ゴールキーパーの堀田ナイスセーブ、斉藤がシュートを打っていきました。今度は逆サイド右からボックス内入ってきた、このセカンドボール岡山です。若さ中央、徳本、浅野、チアゴ打つ、これはブロック、もう一度チアゴ右足、まあ、積極的ですね。そうですね、少しポジションを後ろにしてここですよね、はい、今プレッシャーかけられていませんから、まあ、うん、井上、江口、さあ胸で収める、斉藤、キール、茂、ボックス内、マイナス A のクロス、さあここ空いている井上、これはブロック、かわいい、かわいいのブロック、いや非常にコースに入ってね、いいブロックしましたけども、まあ、これが秋田ですよね。さあ、なおも秋田のチャンス、ロングスローです。岡山フリアさん、このセカンドボールフリーでシュートだ、しげ、うん、ゴールキーパー堀田ナイスセーブです、かわいい、クロス入れてきた、池田、さあこここぼれている佐野、佐野光大、左足シュート、ゴールキーパー田中雄大がチリキャッチ、ナイスキーパーです。フリーの柳、柳空いているスペース、ここ川野、川野からチアゴアベス流れてきた、ここ川井のシュート、決まった、チアゴから川井、先制点は岡山、マイナスのクロスを見事に流し込みました、河合、河合は移籍後初ゴール。この柳選手からこう茂選手が少し前に出ていたんですね、それによって、斉藤選手が少し前に引っ張ら出されて、でその背後チアゴ選手がボールを受けて中への折り返しですよね。少し秋田の方もボールウォッチャーになっていったんだと思いますけども、河合選手はね、うまくフリーになって、リューク落として柳のところ潰される。さあ今度はカウンター、秋田、青木、さあ縦速い、斉藤、斉藤独走シュートだ、決まった、秋田同点、今シーズン3ゴール目、斉藤早い、ぶち抜きました、斉藤、早かったですね、桂さん、いやあ、こっからですよね、青木選手を収めて、だいぶちょっとスペースがあったかなと思ったんですけどもね、一気に加速して、そのままの勢いで右足振り抜きましたね。はい、中央、千田、そしてバイス、中に折り返して、ここは秋田だ、カウンターにつなげられるか、三上、ここは岡山2人がかり、ボールオーバー、センパー、パス、長い、ボックス内、一旦範囲越え、加賀が対応、しかしクロス入る、デュークのところ、センパー落として、ナルセ、見事なディフェンス。もう一度ご覧いただきます。あとこぼれ球ですけども、ここですね、多分左手に当たってたのかもしれないですけども、主審の位置からは見えなかったかもしれないですね、はい、加賀から竹収めた、ワンタッチでザクロス、小暮、うわあ、フリー決めた、秋田、ここで逆転、青木か、
ィショナルタイム入ったところ、小暮から青木、秋田逆転。一瞬間が差したみたいな感じになりましたね、ボールに全員が寄っていってフリーになりましたね、ここが、はい、ゴール前もね少しマークつけていませんでしたね。後半アディショナルタイム、秋田が逆転ゴール。1万人を超えたサポーターに向けて同点ゴールを狙いに行きます岡山。ニアイのボール、ここで長い笛、岡山対秋田1対2、秋田が逆転で勝ち点3を積み上げています。この喜び秋田、岡山はこれで J1 昇格、自動昇格圏2位に入ることはできなくなりました。